広電宮島口駅。広電宮島口駅は、広島県廿日市市宮島口一丁目にある、広島電鉄宮島線の駅である。駅番号は、M39。宮島線の終点であり、世界遺産、五福島神社の最寄り駅。五福島神社が鎮座する、五福島、宮島までは、駅前から連絡線、宮島航路が就航する。本港では、 連絡船の一つを運行する宮島松大駅線の桟橋で、当駅前にある宮島口桟橋についても述べる。当駅は1931年、昭和6年、広島電鉄の前身である、広島ガス電機が、宮島線の新宮当駅から当駅までの区間を延伸させたのに合わせて開業した。この延伸をもって、小井町駅から順次伸びてきた。 宮島線は全線開業を果たしている。開業当時の駅名は電車宮島駅で、これは宮島線と連帯運輸を行う鉄道省、国有鉄道の宮島駅と区別するための命名であった。当駅が開業した時にはすでに鉄道省が宮島口から宮島までの連絡航路、宮島連絡線を就航させていたため、宮島線はこれに連絡し、それまで、 広島ガス電機が運行していた新宮島駅前から宮島までの連絡航路はこの時廃止された。宮島線は全線復線にて開通したが太平洋戦争下の1944年昭和19年に東駅から電車初開地駅までの区間は一度下り線が撤去され単線に変更されている。これは当時広島市内で建設中であったみな。 実線のレールを資材不足の中核保するためで利用者が比較的緊張だった同区間のレールが流用されたのである。線路は戦後1950年昭和25年に伏線へと戻っている。駅名は1961年昭和36年に広電宮島駅に改称。国鉄の駅は1942年昭和17年に 宮島駅から宮島口駅へ改称しており、当駅も2001年、平成13年に、広電宮、島口駅と改称された。当駅はホームが地面に接して置かれた、地上駅という形態をとる。ホームは2面あり、終端が同一平面でつながった、東端式ホームで、3本の線路が、ホームに接する、海側、路線の起点から見て左側あるホームの片面と、 山側、右側にあるホームの両面。この他に留置線があり、東駅から協定場前駅の下りホームにかけて、本線の海側に1本、山側に2本の計三本が並行している。この留置線は、かつて東駅に併設されていた、車両基地、宮島口車庫の遺構である。車両基地では1982年、昭和57年7月に、ドラマ、 西部警察パート E の日本全国縦断ロケが行われ、テロリストによる電車の爆破シーンが 750K766 号を用いて撮影された。乗り場は海側から1.23番乗り場と割り振られる。宮島線専用の鉄道車両が在籍した時期は3番乗り場が、高床の鉄道車両に対応した高床ホームで2番乗り場が、 広島市内の軌道線に直通する車両に応した定床ホームとなっており、2.3番乗り場の間はホームの床面が傾斜していた。1番乗り場は単行運転車用で、駅舎寄りが高床ホーム、広電西広島駅寄りが定床ホームとなっていた。1983年から一時期は定床ホームの4番乗り場が設けられていたこともあった。駅には、 自動券売機が設置されており、売店とトイレもある。駅係員の配置時間帯には、運賃収受が、駅改札で行われる。駅舎は1931年の開業以来のものが、長らく使われてきたが、広島でのアジア競技大会開催を控えた1994年7月に、建て替えられ、老朽化が進んでいた駅舎は、宮島の玄関口として、予想意を改めている。 この建て替えを記念して、広島電鉄では、宮島の名産品であるシ文字付きの乗車券が、販売された。広電宮、島口駅から道路を挟んだ位置に、宮島松大旗線の宮島口三橋があり、宮島口と宮島を結ぶ、フェリー航路、宮島航路が就航している。三橋は同じく、宮島航路を運行する JR 西日本、宮島フェリー、 宮島連絡船の宮島口三橋とまとめられていて、両者の乗り場が隣り合う。三橋は陸地と4本のブリッジで結ばれ、外側2本が自動車、内側2本が旅客の乗降に使われる。松田駅船の乗り場につながるブリッジは、広島市側、陸地から見て、左側にある2本。かつては松田駅船のフェリー乗り場とカーフェリー乗り場、それに、 JR のフェリー乗り場と3つの桟橋が独立していたが、広島県や2日市市による五福島港の港湾整備事業の一環で、港の中央に作られた大桟橋に集約された。事業は2013年、平成25年9月に着手、翌2014年8月から10月にかけて3つの桟橋を移設し、その後不当を埋め立てた。2016年、 平成28年12月には、両社のフェリー乗り場を埋め立て地に新設した大山橋へ移転、松田駅船のカーフェリー乗り場は、翌2017年4月に移転した。今後は2019年の完了に向け、新しい旅客ターミナルの整備や、緑地の造成が進められる。乗船券売り場は、広電宮島口駅前のロータリーに設けられ、その近くには、 ヒロデングループのヒロデン宮島ガーデンが運営する商業施設宮島口もみじ本陣がある。三橋周辺には大型の広告看板が乱立し、2012年、平成24年に策定された20日市市景観計画の中では、国際的な観光地宮島の玄関口としては必ずしもふさわしくない色彩や規模の建築物屋外広告物が見られると景観の 阻害が指摘されている。八日市統計によると、2016年度の1日平均乗降人員、利用者総数をその年の日数で割った値は5860人であった。広電宮、島口駅の乗降人員は以下の表のように推移している。駅のある、2 0市宮、島口地区は、大野瀬戸、瀬戸内海を挟んで宮島と相対する場所にあり、 前後を海と山に挟まれ平地は少ない。その狭いな平地に東駅の他西日本旅客鉄道、JR 西日本山陽本線の宮島口駅、広島松大樹線の宮島口三橋、JR 西日本宮島フェリー、宮島連絡線の宮島口三橋が立地し、宮島への玄関口として交通結接点を形成している。JR の宮島口駅は地区を横断する国道2号。 宮島街道を挟んで山側にあり、海側にある、当駅の方が、桟橋に近い。宮島口地区は1930年、昭和5年頃と1963年、昭和38年の2度にわたって埋め立て工事が実施されてきた。かつては当駅のすぐそばまで海が迫り、下記には農業場が設けられたこともある。埋め立てが進行した駅前には、 広島県道43号五福島公園線のロータリー、通称、シャモジロータリーが通り、ロータリーを囲むように土産物店やホテル、旅館が立ち並ぶ。当駅の手前にある宮島線の踏切は、開かずの踏切であり、観光シーズンになると国道から海側にある駐車場へ向かう大型バスの流れが踏切によって妨げられ、渋滞が発生する。 八日市市が2016年に発表した宮島口地区まちづくりグランドデザインでもまちづくり施策の一つに交通円滑化が掲げられ渋滞の解消を課題としている。グランドデザインの中では当駅に関しても駅及び線路の移設や駅周辺に広電ガーデンエリアを創出することなどが構想されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。